毎年10月は都市緑化月間です。今都市に緑と公園をテーマに全国でいろいろな行事が行われています。千葉県千葉市では市民を対象にした植木市が10月4日開かれました。人気を呼んだのは梅、桃などの苗木の無料配布。最近の植木ブームを反映してか用意された2万本の苗木もたちまち品切れ。会場内に設けられた園芸相談コーナーには植木に関する疑問を持った市民が詰めかけ専門家の指導を受けていました。この日、市内の緑をテーマにしたポスター展も開かれました。安らぎとゆとりを与えてくれる緑、緑に囲まれた快適な生活を目指したいものです。